さて、そろそろ晩飯の準備に取り掛かるか。何を作ろうかな。今の悲鳴は花火？なんだ花火、大丈夫か？私は大丈夫。でも、やっちゃった。え？全員無事か？真っ暗で何も見えないが。誰も怪我はしてない。でも壁が焦げて機械が壊れてる。電気系統の故障ってことか。そういや確かこの辺に配電盤があったな。なるほど、それで照明が消えたわけですね。ひとまずみんな無事でよかったです。花火、一体何があったのか聞いてもいいかな。ごめんなさい、私がやっちゃったの。急にあれが出てきて気が動転しちゃって。あれ？その壁にカサカサって何か黒い影が見えて、何かなって思ったら、ぐっ、虫が突然私の顔に向かって飛んできて思わずパニックに。顔に？それは動揺しても仕方ないかも。とにかく直せるかどうか調べてみなきゃな。それじゃあ俺がちょっと見てみよう。花火、お前の炎で照らしてくれるか？うん。アジトの設計データはと、よし、こいつがここにあってってことはこれか。主電源の線が焼き切れちまってるんだな。これじゃメインフレームが丸ごと役立たずだ。つまりどういうこと？アジトの機能がほとんど全部止まってるってことさ。表の扉も電子ロックだ。外に出るには瞬間移動しかない。その上、修理するには交換用の部品が必要そうだ。手配はしとくが、今夜は電力なしで過ごすことになるな。手早い対処感謝します、渡る。では外出が必要な時は僕に言ってください。私、キャンドルとか明かりに使えそうなものを集めるね。それで足りない時は私の炎で照らすから。よし、それじゃ俺は晩飯の準備だな。みんなで協力して一晩乗り切ろう。とは言ったものの、冷凍庫の食材がどんどん溶けてくのを見るとちょっとへこむな。とりあえず足の速い食材を先に使っちゃおう。換気も止まってるし、ガス使うのはやめた方がいいな。ユイト、こっちはどう？何か私に手伝えることはあるかな？お疲れ様、花火。こっちはまだ大丈夫だ。後で調理するときに火を借りるかも。分かった。とりあえず一晩だけって言っても結構困ることたくさんあるね。そうだな、日頃どれだけ文明の利器に頼ってるか思い知らされてる感じがする。ただいま戻りました。どうぞユイト、ご注文の飲料水を買ってきましたよ。ありがとうルカ。水道は無事かと思ったら浄水装置が止まっててさ。重かったか？このぐらい何でもありませんよ。さて、次はつぐみの注文をこなしてきましょうか。じゃあ私も玄馬とつぐみのところに行こうかな。配電盤の修理をしてみるって言ってたから。ああ、俺も行くよ。晩飯の献立は大体決まったし、みんながどうしてるか気になるし。そう？じゃあ一緒に行こう。この辺りに青いケーブルがあるはずなんだが、つぐみ、見えるか？青いケーブルはもう少し右。
玄馬の右手の薬指の下。こいつか。うまくつかめんな。待って、今照らすから。ほら。助かる。よし、これでつながった。配電盤修理できそうか。部品を交換しなきゃって言ってたけど。まだわからん。ここにあるもので直せるかどうかいろいろいじってみてはいるが、素人の手では難しそうだ。でも玄馬手慣れてる感じ。任務で電子機器を扱う機会もあったからな。だが修理となると俺の知識では。あ、待って、何か様子が変。火花が。玄馬下がって。二人とも無事か。うん、無事。玄馬がかばってくれたからありがとう、玄馬。礼を言うのはこっちだ。警告してくれて助かった。どうやらやり方を間違ったようだな。はあ、付け焼き刃で手を出すのはかえって危険か。休憩にしよう、つぐみ。わかった。あ、ゆいと。右足気をつけて。花火の足踏みそう。え、おっと、悪い花火。あ、うん、やっぱり暗いと大変だね。ユイトがこんな近くに立ってたの気づかなかったよ。花火、顔が赤い。大丈夫？大丈夫。でもつぐみはさすがだね。この状況でも平然としてて。うん、私はいつも通りに見えてるから。目が必要だったら言って。頼りにしてます。さて、私も頑張らなきゃ。次は渡るのところに行ってくるね。やっぱり責任感じてるのかな、花火。今は気が済むようにさせてやるのがいいだろう。俺たちも戻るか。つぐみ、先導を頼む。り合わせの食材であんな料理作れるなんてさすがだね、ユイト。なんか気合入っちゃってさ。花火もうまく火加減調節してくれて助かったよ。ええ、火の通りも均等でうまく焼けていました。栄養バランスも。くしゃ。大丈夫か、ルカ。確かに少し冷えてきたな。空調も止まってるからな。毛布でも持ってくるか。ここは私の出番だね。温度は高めで火は小さくと。これでどう？ありがとう、花火。あったかい。ああ、暖房の熱とは違うな。なんというか落ち着く暖かさだ。なんだか不思議な感じですね。まるでキャンプファイヤーでもしているみたいで。確かに、思わぬアクシデントだったけど、いい息抜きになった気がする。みんなありがとね。私のやらかしカバーしてくれて。それがチームの存在意義ですよ。結果論ですが、予期せぬ状況に対処する訓練にもなりました。本当に予期せぬ状況だよな。っていうか、配電盤一つでアジト全体が機能停止って設計荒すぎじゃないか。そうだな。元は避難ユニットなんだし、もっと非常事態に備えてあっても良さそうなんだが。独立した予備電源なんかがあれば一発で解決なのに、どうもそういうのは見当たらなくて。待って、予備電源ってど
んなもの？多分あの配電盤と似た感じじゃないか。あとはいろいろスイッチがついてたりするかも。それある。表の扉の手前、床のパネルの下、構造はよくわからないけど線がつながってる。見てきましょう。お、どうやらこれでひとまず解決ですね。あとは正式な修理を待ちましょう。なんだ、こんな簡単なことだったのかよ。俺としたことがすっかり見落としてたぜ。俺たちずっと空騒ぎしてたってことだな。でもちょっと面白かった。そうだな、いろいろと不便もあったが、お互いの距離が縮まった気がする。普段は戦い続きで、こういう平和な問題にみんなで取り組む機会もなかったですからね。落ち着いたらみんなでキャンプにでも行こうか。さっきみたいに火を囲んでさ。いいねそれ、絶対行きたい。バーベキューなら任せといて。それじゃ今のうちに良さそうなハイキングコースを探しておきましょうか。あんまり険しい山奥とかは勘弁してくれよ。俺インドア派なんだぜ。この機会に渡も少し鍛えてみたらどうです？僕がみっちり監督しますよ。早速今から。いや俺はいいってば。あ、そうだゲンマ、アジトの配線図見直そうぜ。ちょっと気になってさ。わかった、つけよう。俺も少し興味が湧いたところだ。そういえば私が見つけたご、いや虫はどうなったんだろう。花火の炎でやられてなければまだアジトのどこかに隠れてるのかな。ちょ、やめてよユイト。大丈夫、私が見つけて対処しておいた。虫の駆除は慣れてるから。つぐみ様、もしつに見つけた時はよろしくね。任せて。いきなり真っ暗になった時は驚いたけど、アジトの雰囲気は逆に明るくなったかもな。さて俺も食器の片付けするか。最近花火とちゃんと話せてない気がする。